こんばんは、大島匠です。匠クロージングチャンネルを始めたいと思います。今日のスタイリングなんですけども、コルヘイスのカシミヤのショールカーディガンを着まして、ヘインズの T シャツを中に着て、リーバイスの502を履いたスタイリングになっています。まあ、今日はずっと家におりましたので、こんな感じのゆるいスタイリングで過ごしております。それでは、今回の本題に入りたいと思います。今回はですね、2022年最後の、匠クロージングチャンネルとなりますので、2023年の抱負を皆様にお話しさせていただければなと思っております。お前の抱負なんか知らないよと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、私が今後どういう動きをしていくか、どういう働き方をしていくかみたいなところを軽くお話をさせていただければなと思います。で、まず気になってらっしゃる方も多分多いんじゃないかなと思いますし、私が、インスタグラムなんかでも投稿させていただきましたが、アウトオブトラッドという新しいブランド、洋服のブランドを立ち上げまして、実は、2022年の夏ぐらいから密かにちょっとずつ動いていたんですけども、洋服の企画をしたり、生地選んだり、パーツ選んだりっていうふうにずっと過ごしてきておりまして、2023年の1月にとある場所で展示会を行います。バイヤーの方向けの展示会を行います。で、その展示会を行って、バイヤーの方々が、いろんなお店のバイヤーの方々がこうオーダーをしていただければ、気に入っていただいてオーダーをしていただければ、2023年の多分8月とか9月ぐらいに各お店にこう納品がされて、私たちが企画をした商品がお店に並ぶということになっております。もちろんオーダーが全然入らないっていうこともあると思いますし、そうなった場合の販売の方法とかは、ちょっと今後考えていきたいなと思っておりますが、もしこのチャンネルをご覧になっていただいているバイヤーの方々で、バイヤーの方々がいらっしゃれば、ぜひ買っていただければなと思っております。すごくいいものができたなと思っておりますので、ファッションがこう楽しくなるようなアイテムができたんじゃないかなと思っておりますので、展示会ぜひ足を運んでいただいて、お出ししていただければ嬉しいなと思っております。アウトオブトラッド、パッと聞いた感じの印象としては、トラッドが売り切れましたとか、トラッドの後にとか、なんかそういうイメージをお持ちの方が多いんじゃないかなと思うんですけども、私たちがこのアウトオブトラッドという名前に込めた思いっていうのは、そのトラッドっていうものでこれだけじゃないんだよっていう感じのニュアンスです。このアイテムもトラッドだよね、このアイテムもトラッドだよね、なんかこれとこれを組み合わせればトラッドじゃなくてもトラッドに見えるよね、みたいな、その柔軟な感じ、感覚みたいなところが私たちが込めた思いになっております。で、そのアウトオブトラッドのタグがあって、その下に一つ文字が入るんですけども、それがですね、アルフフロムザワールド、英文が入るんですが、単純に直訳するとひょうひょうとしたみたいなニュアンスになるんですけども、チーム全員が割とこうひょうひょうとしてるんですよね。危機感がないというか、なんでこうひょうひょうとしたっていうニュアンス、あとはその洋服を着るのにこうなんかとても頑張って洋服を着るとか、すごくこうかっこよくなるように洋服を着るっていうよりも、軽く着ていけばいいんじゃないですかとか、こうそれでかっこよく見えますよみたいな、こう軽い気持ちで洋服を楽しみましょうよみたいなのが、自分の中にもなんとなくあって、そういう思いを込めたブランドになっております。なのでこの洋服を着ていただくと楽しくなったり、こうファッションがより面白くなったりするようなアイテムが用意できたんじゃないかなと、で今後も作っていきたいなと思っておりますので、そういう意味で皆様の目に触れる機会っていうのができるだけ多くあるように願っておりますし、まずはバイヤーの方々に買っていただけるように頑張って対応して接客をしていきたいなと思っておりますので、今後注目をしていただきたいブランドの一つで、インスタグラムのアカウントも作っておりますので、そちらもぜひフォローしていただければなと思っております。私たちなりの発信の仕方を行っていきたいなと思っております。で、さっきから私たちっていうふうにお伝えをしておりますが、一応そのアウトオブトラッドの、ディレクターが私が務めておりまして、プロデューサーで、設楽さんという方がいらっしゃいます。もうファッションディレクターというか、ファッションアドバイザーのような方、設楽さん
で、あとはテキストとか、まあ、写真とか撮ってくれているのが、以前もビームスで一緒に働いていた鶴田さんという方が、まあ、いろいろサポートもしてくれている、まあ、メインとしてはその3人でやっているブランドになりますので、基本はこうトラットのアイテムですが、これもトラットだよねみたいなアイテムもあったりしますので、ぜひちょっと楽しみにしていただければなと思っております。そして、まあ、2023年ボンビューのお店に関しましては、まあ、以前もどこかでお話をさせていただいたと思うんですけども、まあ、基本は古着を継続して仕入れをしていくんですけども、まあ、目標としてはだいたい月に1品番ぐらい、1アイテムぐらいですね、オリジナルの商品をちょっとずつ今企画を始めておりまして、まあ、毎月1つずつ1アイテムずつぐらいですかね、販売をさせていただければなと、いわゆる新品のアイテムですね、まあ、そういうのを、まあ、1年通してやっていければなと思っております。スタートはオリジナルのキャップから始まるんですけども、まあ、いろんなアイテムを今後計画しておりますので、そのあたりも含めて楽しみにしていただければなと思っております。次はどちらかというと、まあ、私が見つけて仕入れる、いいなと思ったものを仕入れる、で新品のものに関しては、まあ、私がどちらかというと魂を込めて作ってるっていう感覚に近いですかね。結構こう本気でこうなればもっといいとか、この生地にすればこうなりたいとか、例えばこの生地を見つけたんでこれを作りたいとかっていうのを本気で考えて、ずっとこう練って練って作り上げているアイテムになりますので、オリジナルアイテムっていうところも注目をしていただければなと思います。それぞれのアイテムに関しては、まあ、このタクミクロージングチャンネルで紹介と、あと発売日とかもお伝えさせていただきますので、楽しみにチェックしていただければなと思っております。あと、まあ、このタクミクロージングチャンネルですね、いつぐらいから、先ほども言いましたが、アウトオブトラットの動きが少しこう加わりまして、思うようにこう撮影ができない日々があったりもするんですけども、まあ、できるだけ週3、できれば週4ぐらいの配信ペースを守っていきたいなと思っておりますので、なかなかこの YouTube って撮影をして編集をするのは結構簡単なんですけども、こう企画を考えるのが結構大変で、でなんか他にいろんなことを考えなきゃいけないのでみたいな言い訳をしちゃうんですけども、できるだけこうなんとか時間を作ってペースを作って、YouTube も欠かさず配信をしていきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。今後その、まあ、私自身に関してはできるだけこういろんなインプットをして、やっぱりこう映画を見るっていうことをちょっと復活させたいなとも思っているんですけども、なかなか映画を見る時間が作れなくて、ゆっくり映画を見て、そうここから得た情報っていうのを自分の中で蓄えていきたいなとずっと思ってるんですけども、まあ、2023年は映画を見るっていうところもちょっとペースに取り入れて頑張っていきたいなと思っております。2022年6月にビームスを辞めて独立をして、ボンビュー1本、あと YouTube みたいなことをやっていたんですけども、まあ、ありがたいことにいろんな方にいろんなお話をいただいて、アウトオブトラットのスタートがあったり、まあ、YouTube があったり、オンラインサロンがあったりっていうふうにいろんなことを やらせていただいて、まあ、なんとか生きていけ行くことができました。もうこれは本当にこうボンビューをご利用いただいた皆様、この YouTube をご覧になっていただいている皆様、あとはオンラインサロンにご入会いただいている皆様、本当に多くの方に支えられて、まあ、私は生きていけてるんだなというのを本当に痛感しております。それはやっぱりビームスにいた時よりもはるかにそれを強く痛感しておりますし、本当にこう感謝しかないなというふうに思っております。で、まあ、2023年に関してもまた皆様にお世話にならないと私は生きていけないので、ただやっぱりそれだけではダメだと思うので、こういろんな形で恩返しができるように、でその恩返しっていうのはやっぱり私ができるのは、こういい洋服をご用意する、楽しくなるような洋服をご用意するっていうことしかできないので、そこでこうできるだけ恩返しをして皆様に楽しんでいただけるように、努めていきたいと思いますので、ぜひ2023年もどうぞよろしくお願いいたします。あと数時間で2022年が終わりますので、まあ、私は紅白歌合戦でも見てちょっとゆっくり過ごしていきたいなと思っておりますので、皆様もお体には本当に気をつけていただいて、まあ、コロナはじめインフルエンザもありますし、まあ、体のケアも十分気をつけていただければなと思っております。まあ、私もあまりこう怪我とか病気がないようにしっかり休んで仕事を頑張って、素晴らしい楽しい洋服を作っていきたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いいたします。2022年本当にありがとうございました。2023年も楽しんでいただけるように努めて頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、今回のタクミクロージングチャンネルを終了させていただきます。どうもありがとうございました。